今回のテーマ、オーディオを学ぶ第1回としてお送りいたします。まずはそのサマリーです。丸1、私のオーディオ論は中道派を目指しています。まあ私自身はですね、もともとが真空管アンプの自作っていうのがメインでオーディオをやってきたんですが、一般的なオーディオ誌、そういうものも結構読んでおりまして、また様々なオーディオ系のイベントなどにも顔を出して、いろいろなタイプのオーディオを聞くようにしております。もちろんオーディオ仲間のお宅にお邪魔して、いろいろな音を聞かせていただいたり、ネットやリアルでのオーディオ仲間との交流なども行っています。まあですので、なるべく偏りのない中道派的なオーディオを実践しているつもりです。丸2、仲間にオーディオを学ぶ了承を聞かれました。まあ最近ですね、私のオーディオ仲間から、まあオーディオのなんかいい本ない?っていうふうなことを聞かれまして、まあそれで私は迷わず、まあこちらの本を、まあ右下に出ておりますが、マイオーディオルームという、まあ本といいますかムックですね。こちらを紹介して大いに喜ばれました。まあその話についてお話ししたいと思います。丸3、山本浩二さんについて、こちらのですね、著者といいますか、まあこちらの本の中心人物、中心になってまとめているオーディオ評論家の山本浩二さんについてご紹介したいと思います。丸4、JBL 大型スピーカー4350の事例。まあこちらのマイオーディオルームの中からですね、いくつかの事例別にご紹介していきたいと思うんですが、まあ第1回に関しましては、JBL の大型スピーカー4350をお使いのマニアが山本浩二さんの指導を受けてどう変化したかについてお話ししたいと思います。丸5、次回予告という内容でお送りしたいと思います。次のページ。私のオーディオ論は中道派を目指しています。二十数年前のオーディオエクスポをきっかけにオーディオを再開しました。まあ私自身はですね、中高生の時代に日本の第一次オーディオブームといいますか、そういうのがあったんですけれども、まあそれでスピーカーを自作したり、まあちょっとしたオーディオマニアになったつもりで、まあ、いろんなことをしていたんですが、大学受験をきっかけに、まあオーディオなんかやってる場合じゃない、趣味なんかちょっとやってる場合じゃないというふうに思って、一旦辞めていました。まあそれからですね、20年ぐらい経ってですね、たまたま仕事の関係でオーディオエクスポっていうのに行ったんですけれども、このオーディオエクスポっていうのは、もともとはオーディオフェアって言いまして、まあ現在は音展っていう名前にまた変わっているんですが、日本オーディオ協会が主催する、まあ日本の正統的なオーディオの見本市といいますか、イベントであります。これに参加したことをきっかけにまたオーディオに興味を持つことになりまして再開しました。それがまあ今から二十数年前という話であります。続いてハイエンド派、国産中心派、自作スピーカー派、ヴィンテージ派、技術指向派、自作アンプ派などとありますが、まあいろんなオーディオのですね、趣味でも傾向といいますか、オーディオマニアによってやっている領域が微妙に違ったりなんかするんですけれども、まあそういう中で私自身は中道派を目指していると。まあこれそれぞれのですね、いろんな流儀って言いますか、領域。まあ最初のハイエンド派っていうのは、まあこれはもう説明するまでもないと思うんですけれども、まあ国産輸入を問わず、ハイエンド機器を中心にオーディオを楽しまれている方々。でその次のですね、国産中心派っていうのが、これがちょっと微妙なんですけども、まあ、私自身のなんか印象論で話しているだけなんですが、まあ、大体国産中心派っていうのはですね、オーディオルームの写真などを拝見いたしますと、まあ、真ん中にアンプがあるんですけれども、大体上級の方はですね、まあ、ハンデをしたようにアキフェーズかラックスマンのパワーアンプ、そしてまあプリアンプがデーンとあったりなんかしまして、中級クラスの方は、デノンとかですね、マランツとか、それから、ビクター音響みたいなプリメンアンプだったりもするんですが、まあそういうのを中心にシステムを組んでいると。まあ1970年代のオーディオブームの頃はまあそういう人がもうほとんどだったんですが、今でもそういう流れを組んでいる人たちというのが私の印象です。次に自作スピーカー派ってあるんですけれども、まあこれもやっぱ自作って楽しいので、特にスピーカーは比較的作りやすくて奥が深い。なおかつオーディオシステム、まあ音に対する影響がものすごく大きいということで、まあ次から次へとスピーカーを自作して楽しんでいる人と、まあこれ意外に結構多いようなんですが、まあそういうのを自作スピーカー派というふうに私の印象ではなっております。
続いてヴィンテージ派、これはまあちょっと独特なんですけれども、まあオーディオの世界でいきますと、まあ、古くは1920年代からアメリカのウェスタンエレクトリックとかですね、まあ、JBL のスピーカーとかでもかなり古い40年代ぐらいのスピーカーとかですね、まあ、あとヨーロッパものもいろいろあるんですけども、まあ、とにかく古くてもう歴史的に名声が高いというような機器を中心にシステムを組むのが好きな方々というのをヴィンテージ派というふうに私は呼ばせていただきます。続いて技術指向派っていうのはですね、自作派に多いんですけれども、まあ、アンプとかそういう電子回路を作っていく人たちがメインじゃないかと思うんですが、まあ、かなり電気的な数値にこだわって回路設計などもして、回路の良し悪しっていうのが、まあ、一つのオーディオのファクターになっているというような人たちで、技術指向派と私は呼ばせていただきます。まあ、続いて自作アンプ派、まあ、私はどちらかというともともとここに属していると思うんですけれども、まあ、スピーカーを自作するとかスピーカーを交換するっていうのはもうシステム全体音がガラッと変わってしまいますので、非常に分かりやすいし、まあ、やってて楽しいと思うんですけれども、アンプもですね、これ一回自分で、まあ、キットから始めてもいいんですが、作ってみますと、まあ、スピーカーほどドカンと音は変わらないんですが、まあ、同じシステムでもアンプを変えただけでこう変わるのかと、あるいはアンプを作っている中で回路を変えたとか部品を交換して音が変わっていくというのが非常に楽しいという部分がありまして、まあ、アンプの自作にハマっているというのを、まあ、自作アンプ派というふうに呼ばせていただきました。まあ、そのように一口にオーディオマニアと言いましても、いろんな領域の方がいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。まあ、私はその中でももともと自作アンプ派なんですが、まあ、中道派を目指しているという立ち位置です。続いて真空管アンプに興味を持ったので、自作真空管アンプマニアのオーディオ誌やサイトの掲示板などに、まあ、これもですね、二十数年前にオーディオ再開してしばらくして、まあ、どうしてもなんか納得いく音に、なかなかたどり着けないという中で、真空管アンプの音っていうのが結構好みにですねピタッとはまりまして、で真空管アンプの場合は結構自作するっていうのが一つの醍醐味ですので、真空管アンプの自作にはまっていったということなんですが、まあ、この真空管アンプの自作の世界にはですね、当然なかなか独学でやるの難しい部分がありまして、それ専門の技術誌、オーディオ技術誌っていうのがありまして、まあ、右下に2つ、日本で2つしかないんですが、まあ、並べてありますけれども、まあ、1つは無線と実験、まあ、静分動進行車ですね。それから右側、ラジオ技術、これラジオ技術車。このラジオ技術についてはもう現在店頭販売はしておりませんで、まあ、ネットか定期購読ということで直接出版社から買うというスタイルになっているんですけれども、まあ、どちらもですね、もう雑誌の名前がもうそうなっていますように、例えば無線と実験とあるんですが、まあ、これでもうほとんど無線の話っていうのはもうほとんどと言いますか、もう皆無と言っていいほどなくて、中身はもうほぼ 99% オーディオの話と、まあ、いろんな方が特に真空管アンプも、まあ、6割7割ぐらい割いて紹介しておりまして、まあ、いろんなライターが新しい真空管アンプの回路を考えてそれを組んでいくという自作のですね、まあ、レシピといいますか、そういうものを公開しているという雑誌であります。これは月刊誌です。でラジオ技術ももうほぼ同様なんですが、こちらも誌名がラジオって入ってるんですけども、まあ、ラジオの話はほぼほぼ入っていませんで、まあ、ほとんどオーディオの話というような、オーディオ技術誌ですね、これを結構読みふけって勉強したという経緯があります。一方で、まあ、左側にあるんですけれども、まあ、当時はまだ数が少なかったんですが、それでもオーディオ系 の, ブログとかサイトをやっている、という方々が多少おりまして、まあ、私も後ほど始めたんですけれども、まあ、その時真空管アンプについてはもう、まあ、今でもですね最も充実しているサイトではないかと思うんですが、情熱の真空管というサイトがありまして、木村さんという方がやっておられて、まあ、その後に著書なども、まあ、このサイトをきっかけにお出しになっているんですけども、少し前にですね、残念ながらなんか難病にかかったということで、現在は更新が非常に減っているという状態になっております。まあ、こちらのですね、当時掲示板というのに、まあ、ほとんど、まあ、全国の真空管アンプの自作派みたいな人が、集合していろんな
書き込みをしていたんですけれども、まあ、その時 の思い出といいますか印象に残っているのは、まあ、真空管アンプっていうのは真空管自体がですねもう1970年ぐらいに表舞台から消え去っておりましたので、まあ、それでもってアンプを作るというのはおそらく例えばそういうことをやっている方のですね、まあ、ご近所とか同じ地域に交流できるようなマニアがいるかっていうと特に地方ではまあほとんどいないと。そうなると趣味にもかかわらず、まあ、自分一人でコツコツ続けていくという時代が、まあ、数十年長く続いたんですけれども、まあ、インターネットによってさらにこの木村さんのサイトの掲示板によってその全国に散らばっている真空管アンプの自作派がですね交流できるようになったとというのが非常に大きな現象でして、まあ、あのキャリアが古い方に掲示板通じてお話を聞くと十数年あるいは20年30年自分一人でやってきましたみたいな話が聞けて、まあ、よくぞそこまで続けられたなっていうふうに感心した記憶があります。次のページ、仲間にオーディオを学ぶ良書を聞かれました。まあ、先ほども申し上げましたが、まあ、いい本ないかと聞かれまして迷わず答えたのがこちらマイオーディオルームというまあムックなんですが、もう発売が2015年になってまして、まあ、この本自体がですね、まあ、共同通信社から出ておりました、まあ、機関のオーディオ誌が当時あったんですけれども、まあ、それにもう10年近く連載されていたものをまとめたという内容ですので、まあ、本当に書かれている内容は結構もう20年前の話だったりするんですが、全く内容を未だに古さを感じさせない非常に、いい本じゃないかということでもう迷わずお答えしました。でこちらにありますが、もともと定価は2240円税込みということで、まあ、今でも入手できるようです。機関誌の名前がオーディオベーシックですね。ベーシックで連載されていましたマルチフォーカスチューニングというコーナーがあるんですが、まあ、この人気コーナーだったんですけれども、それの10年分をまとめたものという内容になっています。次のページ、山本浩二さんについて、まあ、先ほどのマイオーディオルームの連載のですね中心人物というのが山本浩二さんというオーディオ評論家なんですけれども、そのマルチフォーカスチューニングという本自体は、まあ、山本浩二さんが、まあ、あるマニアのお宅に訪問をしまして、かたやそのマニアの方が山本浩二さんと交流してこんな指摘を受けた、でそれでこう直したみたいな話を指摘を受けた側のマニア側の視点で文章を書いていきまして、一方で山本浩二さんの方が、まあ、実際に指摘した方ですね音を聞かせていただいてこういうふうに思ったので、まあ、こんな指摘をしましたと、まあ、第1回訪問の時はこうでした、次の訪問の時はこう変わっていましたみたいなことで時系列的に話がどんどん展開していると、まあ、2人の目線でですね別々に文章が書かれておりまして、まあ、それを対比して読んでいくと、まあ、非常に深く何が起こったかについて理解できるという構成になっていますが、まあ、その山本浩二さんっていうのは1952年生まれ、これてっきり私年下の若い感じの方なんで感覚的にも若いので年下だというふうに勘違いしていましたが、今回改めて調べましたら年上だということが判明しました。もともとフリーカメラマンでオーディオ誌で機器の撮影など、まあ、このオーディオベーシックなど の撮影ですね、まあ、カメラマンだったんで撮影をしているうちに視聴室とか、まあ、いろんなマニアとかいろんなメーカーの視聴室なんかでいろんな音を聞く上でオーディオに目覚めて、まあ、それでオーディオ評論家として活躍されるようになっていたという経歴の持ち主であります。撮影でいろいろなオーディオ体験をする、まあ、考えてみればですね普通のオーディオ評論家とか、まあ、オーディオ誌の編集者以上に、まあ、それぞれ のカメラマンっていうのはいきなりもう現場行きますので、まあ、現場現場で次のシステム次のシステムあるいは次の機材ということで、まあ、相当ですねいろんなオーディオ体験をしたというのがバックボーンにありまして、まあ、なかなかそういうことで最近の機材にも明るいというようなオーディオ評論家の方です。まあ、下にありますのがもともと本の連載の元になりましたオーディオベーシックという本で、まあ、調べましたらアマゾンで見ましたら2012年の10月号っていうのが一番、まあ、新しいっていうかおそらくまあこれ最後で休刊しているのかなというふうに思うんですが、共同通信社から期間で
発売されていたオーディオ誌ということになっています。次のページ、 JBL 大型スピーカー4350の事例。まあ、ここからですね、マイオーディオルームの本の中に取り上げられている内容について触れていきたいと思うんですが、まず、あるマニア Y さんというですね、ジャズやロックが好きっていう方なんですけれども、当時42歳、多分これはおそらく福島県の方かなと思うんですが、そこの Y さんのお宅に訪問したという話があります。で、 Y さんのお宅に訪問しましたら、非常に大型のスピーカー JBL の4350というですね、大きなスピーカーの間にですね、アップライトピアノがありまして、その脇にオーディオラックがあると、典型的な一般的なオーディオマニアで、左右にスピーカーを置いて、中にラックとかあるんですが、この方の場合はさらにピアノがあるというような配置が一番最初の状態でした。で、実際に音を山本浩二さんが聞かせていただいたところ、大型スピーカーのくせに低音が出てないなっていう印象を持ちまして、特にこの JBL の4350シリーズも含めてなんですが、結構こういう大型スピーカーの、性能はずば抜けていいものなんですが、これを使いこなしている例も使いこなせてない例も結構山本さんは過去に聞いたことがあるということで、これは聞いてもう使いこなせてない音だなというふうに思ったそうです。低音が出ていない原因なんですけれども、山本さんの考えによりますと、この大型スピーカーを配置するのに、配置する床が貧弱だということで、特にこの Y さんは工事をして家の土台、これと直結させるような床の補強をして、それでこの JBL のスピーカーを配置していたということなんですけれども、山本さんによりますと、家の土台に直結させたがために低域が吸われてしまっているというふうに思ったそうです。で、実際に Y さんの話によりますと、低域出ないことはないんだけど、相当ボリュームを上げなきゃ出なくて、それでボリュームを上げると土台ごと揺れてしまうので、内中が響いてしまうというようなことで、普通聞く場合は低域の出ない音になってしまっていたというような現象が報告されています。続いて、いろんなやり取りが本の中では出てくるんですけれども、結局ですね、 Y さんの場合は使いこなしの難しい大型スピーカーを諦めてトールボーイに変更したと。で、何に変更したかと言いますと、右下にあるんですけれども、スリーウェイのですね、ウィンアコースティックの2台1組、当時100万円で発売されていたスピーカーに変更したということです。で、実際に一般的なオーディオ論でも言われるんですが、ルームボリュームといいますか、ある程度大きなスピーカーを鳴らすにはそれなりの大きな部屋じゃないといけないということがありまして、部屋に対して大きすぎるスピーカーを使いこなそうと思った場合は、なかなかいろんなノウハウが必要だし難しいということで、成功率の高いのは、結構昨今ではこういうトールボーイ型スピーカー、これですと、一般家庭に適切なバランスということで、低域とか高域も表現できるという事例をよく聞くんですが、そういう、使いこなしの難しい大型スピーカーではなくて、こちらのトールボーイ型と。とはいえですね、2台1組100万円のスピーカーですので、普通の単純なものとは違ってですね、もうスピーカー自体が前後に傾斜があったりとかですね、いかにもいい音がしそうなスピーカーなんですけれども、こちらに書いてありますのは 3way 5 スピーカーシステムで、ウィーンの音楽性高く最高級モデルっていうふうに書いてありますね。至高のサウンドステージを想像する光合成エンクロージャー、超低域をはじめ音の純度を際限なく追求した最上の高品ユニットを搭載と。こういうゼネラルオーディオって言いますか、一般的なオーディオでトールボーイ型として、現代的な音がいかにも出てきそうな形なんですが、そういうスピーカーの音が良いと考えると、じゃあこの大型スピーカーとか、あるいはですね、保温型スピーカーなんか、これも結構大型で組んでいる人たちっていうのはいるんですが、そういう音とどう違ってくるんだろうというふうに思ったりもするんですが、もともとその本型にしても大型スピーカーにしても、部屋がそれなりの広さがないと調整も困難を極めると、難しいと、あるいはもう無理だと
いうことになってきがちですので、まあ、今回の場合はそういう形で部屋に適切な割と使いこなしがしやすいスピーカーに変更したというような話が出ております。まあ、こちらのコーナーを読むだけでもですね、まあ、このスピーカーを変えて、それから、アンプとかですね、プレイヤー、それからケーブル類、電源ケーブルとかですね、いろいろ変えて、それからインシュレーター系ですね、そういうオーディオアクセサリーなんかも次々交換して、最後にはですね、このスリーウェイスピーカーにさらにスーパーツイーターですね、スーパーツイーターを追加して、まあ、攻撃をさらに伸ばしたという形で落ち着くらしいんですけれども、ここのコーナーだけでですね、相当学べるというふうに私は思います。次のページ、まあ、ここから次回以降の予告なんですが、まあ、この本ではですね、まあ、先ほどの Y さんの大型スピーカーを適切なサイズのスピーカーに変更して使いこなしを向上したという話が出てくるんですが、まあ、その他にもいろいろソファーを撤去したとかですね、まあ、いろんな話が出てきます。で、山本浩二さんのメソッドはですね、まあ、これは雑誌の編集長曰くなんですが、なくせ減らせっていうのが非常に多く出てきます。まあ、部屋を広く使うっていうことも含めてなんですが、音自体も変な反響を生むような家具とかですね、ものをなくすだけで随分変わってくると。で、いろんな不要なもの、アクセサリーも含めて、まあ、それちょっとなくしちゃ取っちゃったらどうっていうことで減らせというような話も次々出てきて、まあ、かなりこれはシステムのですね、持ち主からすると、まあ、せっかく入れた時は非常に効果が感じたようなものをなくせとかですね、まあ、家具を撤去しろとかカチンときたりなんかするらしいんですけれども、まあ試しにっていうことでやってみると効果てきめんという話がほぼほぼ出てきまして、まあこの山本さんのメソッドの中心がなくせ減らせというような話をしていきたいと思います。まあ続いて、オーディオは使いこなしだと、これは山本さんの指摘を受けていろいろ変えていったマニア、それからそのマニアの仲間がですね、いろいろ立ち会っておりまして、まあ、その人たちの印象が、まあ、オーディオっていうのはやっぱ機材っていうのも一つありますし、もちろん部屋っていうのもあるんですけれども、最終的には使いこなしでもう全然変わってくるよねというのを、まあ、改めて感じたと。もうこの辺についてはそこの関係者がいろんなくオーディオは使いこなしだというのに賛同したという話がありまして、まあ、これも山本さんのメソッドの中心ではないかというふうに思います。まあ、続いて、壁から離したスピーカーセッティング、まあ、ちょっと具体的な話になるんですが、まあ、山本さんの指摘の中で、まあ、必ず出てくるのはスピーカーもちょっと壁から離してみようよと、まあ、あるいは部屋の配置上でスピーカーの配置をですね、部屋の縦をこう変えてみようよというような指摘ってのは結構出てくるんですが、まあ、スピーカーセッティングが重要なのはオーディオマニアであればみんな疑いないと思うんですが、意外にまあ、今の配置よりも少し部屋の壁から離してみると、まあ、全然音が良くなるということが多々ありまして、まあ、何を隠そうこの本読んで私も試して、まあ、本当に効果てきめんだったんですが、壁から離して、良くなったと、なんか音のピントがあったようなそういう印象を受けたんですが、まあ、そういうスピーカーセッティングっていうのを結構提唱されておられます。続いて、オーディオにはゴールはない。この本でもいろいろ結局まあこう変えましたということで一話一話完結していくんですが、まあ、本の中ではゴールになっているんですが、山本さん曰く、まあ、やっぱりオーディオっていうのは一つ趣味なんでゴールはなくて、そこからまた自分なりに工夫を一生続けていく、そういう楽しみの世界なんだよという話をされておられます。山本浩二さんのオーディオスタジオ、著書の中では山本浩二さん自身のシステムっていうのが登場するんです、紹介されているんですけれども、まあ、ちょっと他の評論家とか他のシステムの配置と一風変わってまして、これまあ会員制で一般公開も当時はされていた、今はちょっとどうなっているのかわからないんですが、されていたところなんですけども、オーディオルームというよりはスタジオって感じなんですね。山本さん自身がもともとカメラマンですので、まあ、ビルの一室、割と白い壁に、広めの一室で白い壁に囲まれて、まあ、いかにも写真のスタジオというようなところにオーディオ機器を割と余裕を持って配置していると
まあ、スタジオって言いますと、一般的には音楽スタジオで言いますと、まあ、楽器を収録するとかそういうスタジオ、まあ、写真スタジオで言えば写真を撮影するスタジオなんですけれども、まあ、山本浩二さんの場合はもともと写真スタジオを改装したのか、まあ、オーディオスタジオというふうになっていまして、この一連のですねマイオーディオルームに登場する人たちも、まあ、東京に来たついでにこの山本さん自身のオーディオスタジオにお邪魔して山本さんの音を聞かせていただくと、そうするとみんななるほどというふうに納得して、まあ、その山本さんの指摘に耳を貸すようになるというくらい、訪問したマニアも、まあ、ほとんど皆さんですねいい音だと納得されるというようなスタジオらしいです。次回以降につきましてはそのような話をしていきたいと思います。まあ、長くなりますので今回はシリーズでこの本のメソッドについてみんなで学んでいこうではないかという趣旨でお届けしていこうかというふうに考えております。今回の動画は以上です。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。